中国の高元裕駐日大使が昨日東京都内で着任後初めてのレセプションを開きました。習近平国家主席が来春の訪日を控える中、日中関係の強化に期待感を示しました。中日関係は幾度か波風を経験し、今日のような局面にたどり着いたのは決して容易なことではありません。孔大使は先週大阪で開かれた日中首脳会談について、今後の両国関係のさらなる強化に大いに役立ったと評価しました。また秋には建国70周年を迎える中国と、5月から令和の時代に入った日本について、新しい時代にふさわしい両国関係を構築すべきだと語りました。レセプションには日本の政財界などからおよそ1000人が出席しました。